はい、どうも、一平が秘境です。インディ・ジョーンズシリーズ第5作目、インディ・ジョーンズと運命のダイヤルが第4作から15年ぶり、2023年6月30日に公開されるということで、今回はインディ・ジョーンズシリーズ過去4作品、1981年、レイダース失われたアークの115分、1984年、魔宮の伝説118分、1989年、最後の聖戦127分、2008年、クリスタルスからの王国122分の実に42年間に及ぶシリーズ、計482分、約8時間分のあらすじを世界最速3分で一気に解説していきたいと思います。ちなみにね、ある程度のネタバレを含む内容となっておりますけども、冒険の詳細はかなりね、省略させていただきますので、シリーズ見てない方もぜひ最後までご視聴いただけると幸いでございます。それでは、革ジャン、ハット、ムチがマストアイテム、女好きで蛇が嫌いなインディ・ジョーンズシリーズ、まず1作目、魔宮の伝説です。舞台は1935年、考古学者兼トレジャーハンターのインディ・ジョーンズは仲間のショートとヒロインのウィリーと協力し、旅先で立ち寄った村の近くにある宮殿に行き、生きた人間を生贄にする邪悪な宗教団体の宮殿で働かされている村の子供たちを解放し、村の宝物であるサンカラストーンを取り返すことになるというお話でございました。で、2作目のレイダース失われたアークは、舞台は1936年、第二次世界大戦中、ナチス軍が血眼になって探している神の力を借りられる謎の箱アークを元カノマリオンと発掘が得意なサラーとナチス軍より早く見つけようとする話でございます。で、マリオンとサラーはね、この後作品も出てくるので要チェックだねということで覚えておいてください。で、3作品目、最後の聖戦の舞台は1938年、インディはね、再び登場、ナチス軍が探しているキリストの聖杯を、父の友人のマーカスと、聖杯に詳しいエルザと、先ほども出てきましたサラーと、行方不明だったインディの父親ヘンリーと探しに行く話です。ちなみにね、3作品目は、インディとその父親ヘンリーとの確執、不仲がじわりと解消していく、そんなストーリーにもなっております。そして最後4作品目、クリスタルスカルの王国の舞台は1957年、米ソ冷戦時代。インディは元カノマリオンとの子供、つまりは自分の息子マットと、マットの育ての父親オックスリーと母親マリオンと共に、宇宙のエネルギーが宿るクリスタルスカルをスパルコ率いるソ連軍より先に見つけようとする話です。ちなみにね、4作目の終わりでインディとマリオンは結婚しています。というのがインディ・ジョーンズ過去4作のめちゃくちゃ簡単なあらすじとキャラクター紹介でございました。2023年公開のインディ・ジョーンズと運命のダイヤルに向けて参考になれば幸いでございます。仲間とのね、裏切りとかね、冒険のもう少しの詳細を説明したこってりバージョンの動画もね、リンク貼っておきますので、そちらも時間がある方はぜひ見てみてください。4作目のね、あらすじとか省略しすぎて、かなりね、今回は雑な説明になっているので、ムムムとなっている人はこってり版で、よろしくお願いします。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。1分映画ヒヨでした。